まあ、いろいろ話をしながらこうやっていこうこうやっていこうってことはできるチームだと思うんですよね、まあ、そのために今日は森崎和青山そのボランチの2人が中でいかにコントロールできるか、はい、そこもポイントになるかもしれませんね。先発メンバーの平均年齢で言いますとコンサドーレ札幌 25.73 歳、何度も優勝を経験している広島は先発メンバーで30歳を超える平均年齢で、まあ、あえてここで青山と森崎和幸を並べて使うというのはその経験値を買ったというだと思いますね。左エンドにホーム北海道コンサドーレ札幌、前半はアウェー広島ボールのキックオフです。2018年シーズンの J1 リーグいよいよ最終戦、アジアチャンピオンズリーグをかけて今ゲームがスタートしました。予想通り3バックで広島は野上からまず長いボールを使います。まあ、ワイドに使われて良さが出るかもしれませんね。そうですね、はい、開いて待ちます。スペースを狙う、逆サイドまでつながった、三好コースを狙う、落としてジェイヤ、セカンドボールシュートだ、先制セット、いや素晴らしい得点ですね。早い展開でサイドチェンジから最後はセンターでチェナティップ、左サイドからの菅野のボールが良くて、そこからはコンビネーション作りましたね。良さが出るかもしれませんね。そうですね、はい、開いて待ちます。菅田スペースを狙う、逆サイドまでつながった、三好コースを狙う、落としてジェイヤ、セカンドボールシュートだ、先制セット、素晴らしいと、スペースを狙う、逆サイドまでつながった、三好コースを狙う、落としてジェイヤ、セカンドボールシュートだ、先制セット、いや素晴らしい得点ですね。早い展開でサイドチェンジから最後はセンターでチェナティップ、左サイドからの菅野のボールが良くて、そこからはコンビネーション作りましたね。まずこのボール、ここからがコンビネーションなんですよね。この後セカンドボールは三好が落とし、うまかったですね。三好、小前といった選手はもうベドロビッチ監督、この札幌に入れ替わったこのチャンス、いい判断でした。林、この後拾ってループシュート、打ちに行く、まあ、三好、小前といった選手はもうベドロビッチ監督、この札幌に入れ替わったこのチャンス、いい判断でした。林、この後拾ってループシュート、打ちに行く、まあ、三好、小前といった選手はもうベドロビッチ監督、この札幌に入れ替わったこのチャンス、いい判断でした林、この後拾ってループシュート、打ちに行く、すごいスーパーボール、 J前半のうちに2得点、 ACL 使用権が見えてきました札幌。ちょっ、まあ、三好、小前といった選手はもうベドロビッチ監督、この札幌に入れ替わったこのチャンス、いい判断でした林、この後拾ってループシュート、打ちに行く、うわすごいスーパーボール、 J、
先へ。ちょっとね、折り返しファーサイド、ヘディングでつなぐ、拾ってシュート、1点も返します。まあ、言った通りなんですよね、はい、戻るスピードが全くなくなってるんですよね、札幌の方は。大丈夫大丈夫っていうのがも、スピードに現れてるんですよね、バイタルのところに戻る人、青山、橋本、柴崎、ちょっとね、折り返しファーサイド、ヘディングでつなぐ、拾ってシュートー、1点も返します。ちょっとね、折り返しファーサイド、ヘディングでつなぐ、拾ってシュートー、1点も返します。まあ、言った通りなんですよね、はい、戻るスピードが全くなくなってるんですよね、札幌の方は。大丈夫大丈夫っていうのがも、スピードに現れてるんですよね、バイタルのところに戻る人、全体的に下がる人、ちょっとね、折り返しファーサイド、ヘディングでつなぐ、拾ってシュートー、1点も返します。まあ、言った通りなんですよね、はい、戻るスピードが全くなくなってるんですよね、札幌の方は。大丈夫大丈夫っていうのがも、スピードに現れてるんですよね、入れるのは真渡り、柴、佐々木が持ちます。柏の折り返しからヘッド、同点、追いつきました、広島、柴崎高生、あとね、柴、佐々木が持ちます。柏の折り返しからヘッド、同点、佐々木が持ちます。柏の折り返しからヘッド、同点、追いつきました、広島、柴崎高生、あと狙いなんですよ、あのボールからのクロスというのは。左から大外、はい、前半もありましたね。入れるのは真渡り、佐々木が持ちます。柏の折り返しからヘッド、同点、追いつきました、広島、柴崎高生、あと狙いなんですよ、あのボールからのクロスというのは。左
い、勝ちましたね、うん、長いボール胸コントロール右足、うん、ナイスキーの林長いボール胸コントロール右足、うん、ナイスキーの林早速トクラが見せ場を作りました。長いボール胸コントロール右足、うん、ナイスキーの林早速トクラ粘ります。無理はしません。カーベキープして自分で行く。いや素晴らしいね。ワンタッチやってコーナーを取ります。いやカーベも素晴らしい。試合終了、2対2ドローゲーム。ゴールに向かっていく先にね、先制したのが札幌で、うん、諦めずに追いついて、まあ、したたかさぶりを広島も見せましたね。そうですね、はい、いや拍手だ。อย่าลืมไลค์และ Subscribe นะครับ Like Subscribe Push Notification Like Subscribe Push Notification